こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、小室圭さんと眞子さまの結婚について国民の大半が破談を望むとか書かれているが、本当に国民の大半が破談望んでいるのか、私の周りでは破談望む人っていないんだけど。では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。口に出すことと、思ってることはまた違います。ネットは思っていることを言えるのでヤフコメの意見はある程度は国民の本音だと思いますよ。参破されていないので派ないでしょうか、またりの者がいので派ないでしょうか、している派に様がとされても背になれない、親手だとわかります。未婚の方は愛する人と結婚するのが幸せ、既婚の人は小室圭は眞子様を愛していないとわかります。その違いだと思います。今までにないほど、宮内庁には連日眞子圭の結婚に対する苦情や反対の電話がかかってくるそうです。多くの人が反対していることは眞子さん、秋篠宮様、陛下も把握していると言ってましたよ。ネットのどこの主催か忘れたけど、アンケートでも、どの年代でも 95% 以上が眞子圭の結婚には反対という結果を見ました。類は友を呼ぶのでしょう。日本の国民の象徴である皇族の結婚問題に無関心な質問者さんには、無関心なお友達しかいないのでしょう。私は想像します。皇室を大切に思う国民は反対している。皇室に生まれたからには好きだけで結婚できる庶民とは違います。庶民は犬猫と同じ結婚をする人もいますが、皇室では許されません。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん、ま、そういうこっちゃ。ガンバ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。